福山港福山港は、広島県福山市にある港湾。港湾管理者は、広島県。1963年4月1日に、港湾法上の重要港湾に指定されている。この他高速法上の特定港にも指定されている。また、隣接する岡山県の笠岡港港港町地区は、高速法、関税法、検疫法、入国管理法。 公安運送事業法の確保上、福山港に含まれている。三島地区、三沖地区、友地区の三地区に分かれる。なお、江戸時代に開かれた港を起源とする旧、福山港との混同を避けるため旧福山港を内港と呼び分けている。ちなみに、内港は現在では、公安施設としての役目はなく、周辺地区のエリア名として使用されている。共地区は、 1961年6月に福山港へ編入された、ビンゴ都市圏の物流を支える重要な港湾である。1997年には、日韓定期航路及び日中定期コンテナ航路が開設される。2005年3月に、広島県営の国際コンテナターミナルが完成した。JFE スチール、西日本製鉄所福山地区の取扱量が、 大半を占めるが、中国地方の港湾輸出入学では、岡山県の水島港に次ぐ規模となっている。こうした背景もあり、貿易量取扱量は年々増加していき、地元経済界から第2バース着工の要望が出され、2007年から整備を開始、2011年4月に強用された。しかし、皮肉にも、貨物取扱量は、 第2バース整備開始の2007年をピークに減少し、2015年現在で第1バース共用時とほぼ変わらないレベルとなっている。かつてのフェリー桟橋瀬戸内物流株式会社が運行していた福山港多度津港航路は2008年9月1日に廃止され、福山港から四国へのフェリー航路はなくなった。ありがとうございます。